中社クリエイティブ創業50年、その歴史は写真技術を情報分野に応用することからスタートし、現在のデジタル時代に至るまで画像と情報に新たな価値を見出してきた、まさに情報イノベーションの歴史といっても決して過言ではありません。それではお客様と共に羽ばたき続けたこの50年を振り返ってみることにしましょう。創業者は山口健一名誉会長。2代にわたって育まれてきた町の写真展山口写真館が中社クリエイティブのルーツです。写真は昭和30年頃のもの。しかしこの地を伊勢湾台風が襲い、類に漏れず山口写真館も窮地に陥ることになります。災害で経営難に陥るようではダメだ、そう一念発起した山口と仲間たちは新たな旅立ちを決意します。そしてマイクロフィルムとの運命的な出会いが訪れます。現在でも利用されているマイクロフィルムは保存性とスペースセービングの高さから各種メーカーや観光庁に瞬く間に受け入れられることとなります。こうして昭和35年にスタートしたのが名古屋マイクロ写真研究所、そして昭和41年には中日本写真工業が設立されます。時代は高度経済成長期、工業分野建設分野の成長が著しいこの時代、中日本写真は写真技術を応用した設計工程の効率化に貢献していきます。その一つが PDS、 高精度図面複写を可能とした PDS は高精度複製を可能とするばかりか、設計作業の効率化にも一役買うことになります。我が国の基盤であるものづくり、中日本写真は写真技術を応用した情報イノベーションでそれを支えてきたのです。そして時代はモノクロからカラーへ、高精度図面複写を応用したレプリカはオリジナルと見違えるほどの再現性を誇り、文化財分野への足がかりを築きます。またカラーという情報が加わることで図面に記録される情報量も増え、設計支援の分野でもさらなる可能性を示してきました。中日本写真のカラー技術は大判カラー出力も可能とし、各種大型カラーパネルにも応用されていきます。昭和から平成移るこの時期、中日本写真工業の画像処理技術もアナログからデジタルへと変化を遂げ始めます。名古屋市の富士見町に開設された PII センターは先進の情報処理システムを保有し、日本初の地点検索システム用データを構築します。そしてより高度な画像処理設計技術への対応と、膨大なアナログ情報からデジタル情報への変換作業を効率的に実現していくために、産・学・官連携で豊橋市に開設されたのが TIP クリエイト、社名を現在の中社クリエイティブに変更したのもこの頃です。こうした積極的なデジタル化への企業努力が結実し、デジタル地図情報の検索性と柔軟性を消防に応用したスーパーマップ119が平成3年にデビューします。そして現在、画像処理技術や情報処理技術を基盤に電気・ガス・
通信分野においても専業化を積極的に推進。お客様と密接な業務関係を構築させていただきながら、迅速さと万全のセキュリティを誇る体制を整えて、社会全体をサポートする技術者集団へと成長を遂げてきました。中社クリエイティブ50年の歩み、その歴史は画像処理技術の発展と情報処理技術の進化とともにありました。そしてそこに息づいてきたのは、中社イズムともいえる創業以来の発想力。そしてこれからの50年、中社クリエイティブはどこに向かって新たな地平を目指していくのでしょう。中社クリエイティブはこれからも先進の技術で新たな情報の姿を創造してまいります。